こんにち、遊戯王 OCG の歴史は、20周年を迎え、登場したカードの数も、1万種を突破するところまで来た。その中には、アニメで活躍したものから、環境を席巻したもの、ネタとして大いに腹筋を、破壊したものまで、多種多様な魅力が備わっている。故に、遊戯王は、全世界で、世代を超えて愛されるほどの人気を、博した次第であり、ならばこそ、これまで召喚されてきたモンスターの数は、1万どころでは、きっと効かない。10万か、100万か、あるいはもっと。いずれにせよ、それは、星の数ほどと比喩するに的確な数字となるだろう。がしかし、その一方で、20年という時の流れに生まれながら、召喚の機会を逸し続けるモンスターたちもいる。困難極まる召喚条件と、それを乗り越えて、出せた時の達成感。そんな相反する性質の同居を指して、彼らは、このように呼ばれている。ロマンカード、と。というわけで、今回の動画では、20年に及ぶ OCG の歴史上、最高に召喚するのが難しいモンスターを、ランキング形式で、発表していきたいと思います。独断と偏見にまみれた、トップ5ランキングだぜ。というわけで、早速。曰く、原初にして究極、波動、王道を凌駕した、比類なき力であるらしいモンスター。第5位、ハオユー、ザーク。アニメ、遊戯王アーク5にて、ラスボス兼、エースモンスター的な活躍を見せたこのカードは、融合、シンクロ、エクシーズ、ペンデュラムのドラゴン族モンスターを融合することでのみ特殊召喚が可能という、高難度の召喚条件が設定されていた。作中では、統合召喚と呼ばれた召喚法は、当時登場していた、エクストラデッキを、介した特殊召喚法を全て束ねるといったものであり、まさに究極の召喚法を名乗るにふさわしいスケールを誇っていた。結果、アニメ内では、ザークのカードイラストが、五色に分かれるという、デュエマ的な感じに描かれていたわけなのだが、究極の召喚法で行き着いた先が、最大のライバルというのも闇の深い話なので、この件については、これ以上、追求しないこととする。とかく、この場において重要なのは、このハオユーザークが、凄まじく出しにくいモンスターであるという、その一点のみであり、ドラゴン族に限定された上で、融合、シンクロ、エクシーズ、ペンデュラムのモンスターを素材として揃えるというのは、普通に考えて、容易なことではない。強いて救いがあるとするなら、ザーク自身もまたドラゴン族であるため、ドラゴンズミラーのような、墓地を活用した融合召喚が可能であり、時間をかけさえすれば、戦術の一つとして、ザークの召喚を組み込む余地が、あるにはある。よって今回は、ギリギリ実用性に頼るものとして、この覇王ユーザークを、第5位に選出したい。ちなみに余談だが、現代遊戯王においては、手札1枚から、ザークを召喚するルートが、いくつも開拓されており、極まったインフレの恐ろしさを、感じずにはいられない。かくて、極まった展開力には、人知の及ばぬ召喚条件こそ、ふさわしい。ファラオの名のもとに、髪を束ねる。第4位、光の創造神、ホルアクティ。皆さんご存知、すべてのカードの頂点に立つ神が、ここでランクイン。召喚すればデュエルに勝利するという、絶対的な効果の裏には、それを成立させるだけの召喚条件がある。オシリス、ラー、オベリスクの三原神を、フィールドからリリースした場合にのみ特殊召喚が可能という、圧倒的ハードモード。しかも、元々のカード名が、と前置きされているため、ファントム・オブ・カオスのように、名称をコピーするカードを素材にはできないという徹底っぷり。まあそれも、効果の強力さを考えれば、慎重になりすぎなくらいでちょうどいいかとも思うが、ホルアクティ召喚の最大のネックは、言わずもがな、ラーのよく親友の存在であり、他2体の神が、特殊召喚に対応しているのに対し、ラーだけが、特殊召喚不可という、謎の調整を受けている。一説によると、これは、ホルアクティの存在があったがゆえの調整であり、むしろラーは被害者、救われて叱るべき存在なのだというが、真意は、定かでない。ただ、現実に目を向けるなら、このホルアクティは、ラーという特急の重しを乗せられたことで、容易には召喚かなわざるモンスターとして、第4位に選出される運びとなった。まあ、最近では、ラーも随分出しやすくなったから、多少はね。なお、当のホルアクティが高すぎて、誰も召喚できない模様。ある意味、お前がナンバーワンだ。そして、ファラオの名のもとに髪を束ねた次には、マジモンのファラオが来る。第3位、スピリッツ・オブ・ファラオ。イラストはめちゃくちゃオーラがあるが、一見して召喚条件がわかりづらいのは、その全容が、明かされていないためである。第一の棺の効果でのみ特殊召喚できるとあり、多くの者は、第一の棺の効果を確認して、初めて、このモンスターの過酷すぎる召喚条件を知るのである。
その効果というのが、相手ターンエンドフェーズごとに、第2の棺、第3の棺の順に稼働、手札、デッキからフィールドに出すといったもので、しかも第1の棺自身が永続トラップとくれば、召喚難度の高さは、明白。特性上、ターンをまたがなければいけない時点で、いかな現代遊戯王であっても、スピリッツ・オブ・ファラオの召喚条件を整えるのは、不可能に近く、加えて、第1の棺の、隠されていて欲しかった効果。棺カードは、1枚でもフィールドから離れると、すべてまとめて墓地へ送られるという、仲良しすぎるだろ。かっこ絶望。バック破壊が潤沢な現代遊戯王において、永続トラップを、複数ターン存続させるのは、純粋なソリティア展開よりも、はるかに難しく、それを踏まえれば、スピリッツ・オブ・ファラオの3位という順位は、妥当であると判断した。なお、英語版は、オーラが100割増しに見えるため、鑑賞用に購入を考えている、今日この頃、緩和9台。さて、ここまでのランキングで、現代遊戯王においては、ターンをまたぐ必要のある召喚条件は、ハードルが高いというのは伝わっているかと思うが、そんなターンまたぎのパイオニアが、こたびのランキング、第2位のモンスター、究極完全体、グレートモス、OCG を、初期から見守り続けてきた、昆虫族の子さんプロも、プチモスに進化の眉を装備した状態で、自分ターンで数えて6ターン以上が経過したプチモスをリリースした場合に特殊召喚できるとある。プチモスと進化の眉を揃えることも一苦労ではあるが、それ以上に、自分ターンでカウントして6ターンは、長すぎる。いくらなんでも、そんなに待てないし、守りきれない。効果破壊のバッコする、現代遊戯王の戦場に、それだけの時間に座ろうと思うなら、それこそ、勝利を捨ててでも、グレートモス農家に、心血を注がなければ不可能だ。当然、ターンをまたがざるを得ない以上、時間もかかり、それに比例して、召喚難度も上がっていく。少なくとも私は、このカードが正規召喚された姿を見たことがないので、今回は、第2位に選出した。ついで、いよいよ第1位。遊戯王 OCG すべてのモンスターの中で、最高難度の召喚条件を持つ、キング・オブ・ダシズレイモンスターというのが、こちら。第1位。眠れる巨人、頭身。やっぱりな。かっこ予定調は。という視聴者も多かったのではないだろうか。これについては、頭身を知っていた視聴者に関しては、満場一致と言ってよいだろう。それほどまでに、このカードの召喚条件は、厳しすぎる。手札にあるとき、このカードをターン終了時まで相手に見せることで、自分フィールドのレベル1通常モンスター1体にカウンターを1つ置く。そして、頭身カウンターが10個置かれたモンスターをリリースした場合にのみ、特殊召喚が許されるという、まさに究極の忍耐力が必要とされる1枚。眠れる巨人の名に、偽りなし。誰もその眠りを、妨げること、叶わず。これまで紹介した、戦線維持、ターンまたぎなど、あらゆる負の側面をひとまとめにしたかのような、圧倒的出しづらさであり、実戦においては、はっきり言って、召喚するのが不可能なレベル。絶対に召喚させてなるものかという、コナミさんの固い決意が、ひしひしと伝わってくるが、裏を返せば、これだけのハードル、超えた時には、さぞや気持ちが良いのだろう。最初にも言ったが、今回のランキングで名を挙げたモンスターたちは、俗にロマンカードと呼ばれ、そこには、他のカードにはない、カタルシスが含まれている。本来、勝敗を、決することこそが、トレーディングカードゲームの醍醐味ではあるが、時に遊戯王においては、それを凌駕する、召喚という行為そのものが、精神的充足につながることもある。特に遊戯王は、様々な競技思考を持つプレイヤーが入り乱れていることもあり、それに起因した、価値観の違いなども生じているが、楽しみ方は人それぞれ、すべてのデュエリストたちが、初めてカードに触れ、ロマンを求めていた頃に立ち返ってみることも、時には必要なのではないだろうか。そして、誰もがきっと思うだろう。現代遊戯王に、ロマンは難しすぎる、と。何でも実現できる場所、現代遊戯王。ご視聴ありがとうございました。